はい。こんにちは。レトスの野野です。今回なんですけども、弊社レトスの予想模試の特徴、強みについてお伝えさせていただきます。で、そもそも勉強はしているけれども、達検試験に落ちる人、非常にたくさんいるんですけども、なんで勉強しているにも関わらず落ちてしまうのか。これを先に共有させていただきます。大きく分けて3つの原因があります。今からお伝えする3つの原因、自分自身当てはまっていないかどうか、考えながら聞いていただければと思います。まず1つ目。 テキストや過去問の解説を丸暗記で理解していない。二つ目、関連ポイントが頭に入っていない。三つ目、問題文が理解できていない。この三つが原因で落ちている方、非常にたくさんいます。あなた自身大丈夫でしょうかまず一つ目の、丸暗記で理解していないっていうのは、宅研の教材だけで勉強している方がこれに陥ります。宅研試験対策用のテキスト参考書だったり過去問集買って、それだけで勉強している方。 また、卓研の予備校の講座。これを使って勉強している方。この方も丸暗記で理解できていない場合が多いです。なぜかというと、先生が講義の中で話す内容っていうのは、ポイントが非常に多いんですね。でも、理解すべきところまでって教えてない場合が多いんです。で、これなぜかというと、そこまで教える時間がないからなんですね。カリクラムがすごくタイトなんですよ。卓研試験の内容であれば、週に3回、1回あたり2時間の講座であれば、 おそらく1年ぐらいはかかるんです。でも多くの場合がそれを半年とかでやるんですね。つまり4月ぐらいからやり始めるんです。で、そうなってくるともう必然と時間が足らないんですよ。そうすると理解すべきところまではお伝えできず結局はポイントをどん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 解説していくっていう流れになっちゃうんです。そうするとポイントの丸暗記学習になっちゃうじゃないですか。もうこれ必然なんですね。また予備校の教材、いわゆるテキスト、また過去問集の解説、演習問題の解説、 そういったところにも理解すべきところまで記載しているものってやっぱり多くないんです。少ないです。で、そうすると勉強はしているはいいけれども、ポイントが頭に定着しないだったりとか、本試験で角度を変えて質問されると解けないとか、そういったことになっちゃうんですね。卓球試験自体、それほど難しい試験ではないんです。しかし、卓球試験自体、落とす試験なので、試験を作っている側からすると、このルールちゃんと理解していますかちゃんと分かっていますか そういった問題をやっぱり質問してくるんです。そうすると結局はもう引っ掛け問題ばっかになっちゃうんですよ。それに対応するためには単に丸暗記だと対応できないんですね。今言った理解学習が必要なんですよで。じゃあこの理解学習をするためにはどうしなきゃいけないのかっていうと、専門書を使いながら勉強をするってことが重要なんですね。権利関係であれば民法の専門書だったりとか、弁護士さんのサイトとか、法律事務所のサイトとか、司法書士さんのサイトとか、 そういったところで調べながら勉強を進めていく。法令上の制限であれば、建設業者のサイトとか、国交省のサイトとか、都道府県のサイトとか、また税金関係であれば、税理士さんとか国税庁のサイト。そういったところで調べながら理解を深めていく必要があるんですね。なので、時間がある方はぜひそれをやっていただきたいです。そうしないと本当に実力上がりませんので。で、二つ目。関連ポイントが頭に入っていない。これも予備校生の方、通信講座通っている方、独学者。 非常に多いですこれは過去問をやっている時にある選択肢がありましたその選択肢だけの解説しか載っていない場合がほとんどだからなんですね実際この問題を解くためにはそれだけでいいんですけどもその周辺知識も一緒に勉強した方が効率的じゃないですかまた周辺知識も一緒に勉強することによって知識がつながってくるんですね忘れにくくなるんですでこれについては参考書とかでも対応できます 参考書ってまとまっていますよね。表になっていたりとか、箇条書きになっていたりとかしますので、あ、この問題に関連するポイント、あ、ここに書いてあったなと思ったらそちら見ていただいて、一緒に丸ごと頭に入れていく、復習する。これぜひ行ってください。で、3つ目。問題文が理解できていない。これは何回も何回も同じ過去問をやっていたら、おそらく理解していると思います。もう解説も見て、大体いいこのような内容だったなってわかると思うんですけども、 ポイントは、初めて見る問題の時に理解できるかどうかなんです。本試験って初めて見る問題が出てきますよね。その時に、その問題を自分自身で、あ、これはこういう状況だな。あ、こういうことが質問されているんだな。あ、だからこのルール使ったらいいなって答えを導く。という風な流れで答えを導くんですけども、これを日頃の勉強でやっていない方っていうのは、本試験で失点しちゃいます。問題文の読み違いをしたりとか、凡密をするんですね。で、試験が終わった後に、あ、凡密で2点も失点してしまったな。 この2点があったら合格できたのにって思う方意外と多いんですけどもこのボンミスっていうのはそもそも実力がないってことです実力がある方っていうのはボンミスほとんどしないんですよなぜかというと今言った問題文の状況把握また質問内容の理解で最後にこの問題を解くために必要なルールを当てはめて答えを導くってことを日頃の勉強でやってるんですねだから法試験も同じようにやるんですよだからボンミスってほとんどないんです でこれっていうのは訓練をしたらボンミスはなくなりますんで日頃から訓練してください解答を見てあそうだったじゃあダメなんですよ本試験って一発勝負じゃないですかその一発勝負で正解を導き出さないといけないんですよそのためにも日頃から是非訓練をしていただければと思いますでこちらの図見ていただきたいんですけども横軸が時間で縦軸が実力なんですねこれ見ていただいてわかるとおり勉強してもずっと実力って上がってこないんですよ である時一気に実力上がるんですねじゃあこのある時っていつなのかっていうと理解だったりとか関連付けを行い始めてからやっと実力が上がってくるんですそれまでっていうのはずっと実力って上がってこないいわゆる点数が伸びない時期なんですでこれっていうのは知識がすごく分散されて頭に入っているからなんですね、まあ、簡単に言ったら引き出しが整理されていない頭の中の引き出しがごちゃごちゃな状態 なので、質問された内容に対して、このルール使えばいいって分からないんですよ。なんかあったな、なんか勉強したなっていう状況。これだったら答え導けないですよね。でもなんか勉強したっていう記憶はある。そういった状況がここなんです。で、そういった状況を打破して、あこの問題はこのルールを使ったら答え導けるなっていうふうになるのが、理解学習を始めたりとか、また関連付けの学習を行い始めてからです。理解学習って例えば、 具体例を頭に入れたりとかまた理由付けをしたりとかいわゆるそのルール法律の背景ってどういったことなのか、まあ、そういったところまで勉強してきて初めて実力上がってくるんですねでまあこの理解っていうのは、まあ、深掘りをするっていったイメージです、まあ、いわゆる根を張るってことですよどん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 根を張っていくと忘れにくくなるんですねでまた関連付けをするっていうのは ある一つのポイントから、まあ、似たようなポイントを一緒に頭に入れていくっていうわけなので横のつながりが出てくるわけですよそうすると頭に定着しやすいんですね一つだけ定着するというよりもこの関連付けで覚えた内容すべて定着しやすいんです頭に記憶として残りやすくなってくるんですねなのでそういった関連付けの勉強も一緒にやっていただきたい横のつながりも一緒に持たせましょうってことですこの二つをやることによって知識が定着して で答えを導けるるよううになると、まあ、いうこといこですで実際弊社の予想模試はこれができるような予想模試になっているんですねちょっと弊社の予想模試の内容を見ていただきたいんですけどもちょっと見づらいかもしれないんですがこれが弊社の予想模試の解説部分になりますこれ問い1があってこれ A4 サイズですこれは A4 サイズなんですけども問い1があって選択肢1選択肢2選択肢3で次のページに選択肢4 といった流れです。これ見ていただいて分かる通り、大問1問だけで1ページ半使ってるんですねで。なんでこんなに解説が多いかというと、例えばここに具体例入れたりとか、また表にして関連ポイントも一緒に勉強できるようにしたりとかしているからなんです。この問題を解くだけであれば、別にこれの一部分だけでいいんですよ。こちらもそうです。 この問題を解けるようにするためであればこの表の中の一部分だけ解説したらいいんですよでもそれだけだったら関連付けできないですよね関連ポイントも一緒に頭に入れてほしいからこの表を書いてまた注釈も入れたりしているわけなんですここもそうですねその他にも具体例だったりとか表とかたくさん入れて理解ができるようにしてまた関連ポイントも一緒に勉強できるようにしておりますなので解説がすごく細かいです だからやっていただいたら、やっていただいただけ実力を上げることができるということなんですね。おおよそ市販の模試ではこういうこと難しいです。実際予備校が出している公開模試の解説もおそらくそうです。こういった細かい部分までの解説ってないと思います。なのでもしこの実力を上げたい、最後に一気に実力を上げたいっていう方はぜひ弊社の予想模もしご検討いただければと思います。で、弊社の予想模もしご購入いただいた方に特典がございます。まず一つ目が、 試験の解き方のノウハウ集です。これはどういったものかというと、勉強をして実力がついたにもかかわらず、保護試験で緊張して実力発揮できなかった。まあそういった方多いと思うんですけども、そうならないために実力がついたのであれば、その実力をきちんと本試験で発揮できるようにするために、どういったことをやらなきゃいけないのか。それをこちらの小冊子でまとめております。このノウハウ集としてまとめております。緊張するのはもう当然なんです。 試験前になって公開もしいくつもいくつも受ける方います。でも何回受けても本試験は緊張するんです。私自身試験ってたくさんやってきましたけども全然慣れないです。毎回緊張します。それでも合格しなきゃいけないわけですよ。そのためにはどうしなきゃいけないのか。その対策をこのノウハウ集に記載しております。で、二つ目が法改正情報ですね。 でこれも小冊子にまとめておりますでもこれについては市販の予想模試とかに載っているような法改正情報で大丈夫ですこちら使っていただいてもいいですし市販の予想模試についている改正情報そちらを使ってもらっても全然問題ございませんで3つ目が試験における5か条ですねこれは動画でお送りさせていただきますでこれどういったものかというと1番との違いなんですが1番は実際に試験会場についてからの話ですで3については試験日まで まあ、おおよそ試験1週間2週間前からの話になっております。もう試験っていうのは試験の1週間2週間前からもう始まってるんですよ。ここでちゃんと準備をしておかないと本試験もう焦ってしまいます。あ、あれやったっけあれ大丈夫だったっけこれ大丈夫だったっけって焦っちゃうんですね。試験当日焦っちゃいます。そうならないためにもう事前に準備できることは準備しておきましょう。といった内容が動画でまとめてあります。 で4つ目の特典が質問し放題これは予想模試に関してなんですけども予想模試をやっていただく中でわからない問題出てきたこの解説のこの部分わからないそういったところがありましたらお気軽にメールしていただければと思いますでこれは一応期限があって試験日までですね試験日までであれば質問していただければ解説させていただきますのでその点もご安心ください卓球試験は年に1回しかない試験なんでもう悔いの残らないようにできる限りのことは是非していただきたいと思っております この図のように勉強したたら最後やっぱ実力上げいいじゃないですかそのためにはこういった理解とか関連付けを行っていないとこういった伸びなりません単に市販の過去問集を何回も何回もやるたくさんやるそれだけだったら一向に実力が上がらずに本試験を迎えて結局落ちてしまうそうなりかねませんので時間がある方は先ほども言った通り専門書だったり専門の人が書いたネットの情報とかを調べながらぜひ勉強を進めていっていただければと思います でもし時間がない短期間で実力を上げたいそういった方は是非弊社の予想をもしご活用いただければと思いますあなたのお申し込みをお待ちしておりますそしてあなたの合格を願っております卓券合格目指して一緒に頑張っていきましょう